K さんこんにちは、速稼塾の久保です。K さんが速稼塾に入ってちょうど1ヶ月になりますね。確かね、11月1日にご入金いただいて、そこからのスタートだったと思いますけども、今日はですね、丸1ヶ月経って K さんから不意にね、ピュッと、まあたまに連絡くださってたんですけども、今日は報告がありますということで、速稼塾に入って1ヶ月20万円達成しましたということで、20万円の売り上げ、まあこれ利益ですけどもね、20万円の利益を出したということなんで、よかったですよね。K さんは派遣社員をやってそこをクビになったりとかね、会社がなくなったりとかいろいろあったと思いますけども、今まで最高月収が14万だったと聞いてます。まあまさにブラック労働で、働いたり働けない期間があったり、仕事がもらえなかったり、あっちこっち行かされたりとかね、紆余曲折されている中で、スマホの中でね、私の動画を見ていただいて、あ、なんかすごく、ためになるなとかね、あ、こういう考え方をしていったらいいんだと、40歳からインターネットを始めたんだとかねそうなんですよ。そういうことをいろいろと通す中で、まあ、久保さんの言う通りに何かやってみようかなってことで、ポイントサイトね、ありましたよね。あれもちょっとやっていただいてるみたいですけども、自己アフィリエイトってものもね、私2013年からやってますけども、あっちの方やってみて、こんなお金の稼ぎ方があるんだっていうので感動していただいて、それからまあね、独自のビジネスを考える中で、1ヶ月ですよ、1ヶ月で20万を突破したっていうのは、これ本当にすごいことだと思います。まあね、久保さんはでも最初の1ヶ月で80万だったんでしょって言われてますから、まあそれはそうなんですけども、それを置くにしてもですね、いや、すごいですよ、 K さん、私同じ K さんですよね20万円突破したっていうのは、これからね、いろんな場面で助けてくれると思います。自分を勇気で支えてくれると思います。確かに K さんは、高校をね卒業した後、アルバイト生活に入って、なかなか自分の職場にも出会えず、自分の人生も見出せなかったっていうふうに言われてましたけども、今このね、1ヶ月で14万までしかお給料もらったことがなかった人生に、今度は自分で稼いでみたら20万突破したっていうのは、すごく大きな自信になりません？だって会社に雇われていて14万ですよ、今まで。ね、8万の時もあったって言ってましたけども、でも雇われなかったら20万なんですよ。どっちの人生がこれから展開されると思います？ね、間違いないですよね。だから速稼塾に入る時に3万円もなくって苦しかったって言ってましたけども、今どうですかね？20万、もう手の中にあるわけですから、3万円ね、これ後払いできるわけですよ。だから、3万円もないんですって言った場合は、交渉してみることですよね。その時は絞りに絞った、なんか3500円とかを入金してくださいましたね。だから3万円の頭金がない、それでもないっていう時は交渉するんですよね。交渉して、絶対に初月で3万円は絶対稼ぐんで、3500円しか今ないんで、それも昨日と一昨日のもう食事代を我慢して作った3500円なんですと。その熱意に私はね、いやいや3万円じゃないとダメですよって言えないですよ。で、そのぐらいの気持ちがあったら、初月で10万を突破するよって言ったら20万突破しましたよね。だそういうことなんですよ。やっぱりね、自分が本気で思う方向にしか人生は進まないんですよ。で、自分で何も思わなければ、世の中のうねりの中でね、本当にこう落ち込んでいくばかりですから、私が言ったことを今なら意味よくわかると思います。自分の2本の足で人生をね、歩んでいっていただいて、自分の2つの手で欲しいものを掴んでいく、それでいいんじゃないですかね。あとはね、ちょっと余ったお金を周りの人の優しさに、ですんで、Kさんね、今日この動画撮ってる頃は、今多分ね、焼肉に行ってると思うんですよ。焼肉の予算はなんか3000円までとか言ってましたけども、その3000円使うことによって、その焼肉屋さん助かるでしょ。だからね、お金を使うってことは、誰かの所得をこうプラスアルファしてあげてるってことなんで、十分な社会貢献です。ボランティアや寄付をすることだけではなくって、普通にその辺のね、定食屋さんとか飲食店さんとか通販で物を買ったりとかね、これでみんな助かるんですよ。ですから、これからもね、遠慮せずに、なんかいろんなね、欲しいものを買っていただいて、Kさん自身の物欲も満たす、他の方の商売もそうやって協力してあげるということで、みんな良くなるんじゃないですかね。そしてその環境を続けようと思ったら、今回ね、1ヶ月で20万稼いだと言われてましたけども、12月も30万目指して稼いでみるとか、いや逆にちょっと忙しかったんで10万にしましたとかでもいいと思うんでね、これからも続けてもらいたいと思います。ということで、3万円、いや正確に言うと3500円で始めた K
K さんの速稼塾、ね、1ヶ月で20万以上の利益を出して、速稼塾の費用、初期費用3万円を後払いもできたし、言うことないじゃないですか。信じてましたよ。だから私は3500円でもいいですよって言ったんですよ。 K さんは本当にやってくれる方です。おめでとうございます。じゃあこれからも頑張ってください。